はい、というわけで今回の人玉はフンビロ、一矢報いるために。フンビロは勇敢な狩人だった。森をかけ弓矢で仕留めた獲物は数知れず、自らの力量に自信を持ち、己に狩れないものはこの世にはないとまで考えていた。正義感の強い彼は神隠しの元凶と伝えられる妖精を次の標的に定め、アバロンの森へと立ち入る。しかしそれが彼の過ちだった。自慢の弓矢は妖精たちに一切通じず、獲物だと考えていた妖精に逆に追われ続ける毎日。生まれながらの狩人であったフンビロにとって逃走という行為は屈辱そのもの。人玉となった今でも妖精への怒りを抱え、戯れに打ち込まれた後頭部の矢を復讐の証とし、妖精を倒せるほどの力を身につけるために日々小動物の狩猟に勤しんでいる。あ、本当だ、頭に刺さってる。俺は強くなりたいんだ、魔女ならなんとかならないか。なるほど。じゃあ矢でも 弓矢でも作ってあげようかね。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、じゃあ行きましょう。透明の領域、どうすればいいんだ、まあ、なんとなくだけど、こっちにセレッサが乗って、こっちにチェシャが乗って、ドーン。そういうことですよね。分かっちゃいましたね、もうね。で、ドーンですよね。ここでドーンですよね。いや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 、チェシャは毎回登らされるんだね、じゃあね。向きは同じ？じゃあ、また。あ、そうだ。しかもここあれだ、ほら。チェシャ登れない場所だ。え、これ、3つ全部ドーンっていけないの？あ、いけないんだ。しかも逆からかーい。こっちから。いけるか？一気にいったー。次はまたこっちもこうだね。あ、投げろってか。投げる。ぽい。で、今度はこうだね。おや、なんもないっすけど。青がこう、赤がこう。やっぱり徐々に消えていくよね、やっぱりね。そうだね、消えていくよね。ってことは、じゃあ先にこれを踏んでから、次にこれを踏んで、一気にいけるか。いけなかった、いけなかった、いけなかった、いけなかった。はい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 、ね、さっき言ったばっかりだったね。あ、前回の動画でね、言ったばっかりでしたね。マグは慎重な男。どこがやって感じだったね、今のプレイはね。はい、というわけで、じゃあゆっくり行きましょう、ゆっくり。次はじゃあ青から押して赤を行かなきゃダメだね。青を押してからこうだ。それでまたここに一旦キープ。次は一回、あ、青が先かな。青が先で次が赤だ。そうだね。次こっちまで行くと。また青が先で赤だ。そういう感じだね。間に合うかい？気に入ったね。さっき俺は慎重な男って言ったのはどこ行ったんだよね。で、こうやっていけるわけですよね。チェシャは毎回歩かされるんだね。
ことなんかないかい？ことなんかないかい？なんもないね。いや、至極順調ですよ。あれ、まだあんの？もう終わりでよくない？なんかちょっと距離あるね。これはこっち側から登ってこうですか？で、こうですか？急げってやつですね、ほらね。そんなに急がなくても全然余裕でしたな。まだあるんですね。いや、もうそこにあるっていう時点でさ、こういうことですよね。うわー、結構でかかった。ここで一回休まないとダメだね。でこうだ。いや、なんか一本線だと思ったらでかかったね、結構ね。でまず赤、赤で一気に向こうまで行っちゃうんだ。で次は青。なるほどね。でここでキープだ。行くよ。はい、ゴール。大したことなかったね、2人にかかれば。あ、敵はいるのね、ちゃんと。もう今ので満足だったんだけど。ドベルグ精鋭戦士。すごいじゃない。捕まえてからのやっつけるよ、チェシャ。やっつけて、チェシャ。カップ。それだけ。なんかちょっとケチだな今回。うりゃ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 。あ、でもこっちでいっぱい。パワー回復からの。あ、1個だけだったっけか。さあ登るよ登るよ。さあどっちが早い？ほぼ同時。さあこれで、透明の領域クリア。難しい。あの押しっぱなし期間が難しい。
はい、ティルナ農具クリア。2人は木枯らしの大樹にあるティルナ農具をすべて壊しました。このエリアにあるものが分かるようになりました。そうか、ここはもうじゃあ全部制覇。あ、今そこにいるのね。欲しいのはこの右上のやつぐらいかい。中層。あ、でもまたそこにムーンパールがある。どうやって行くんだそこは。ここね、ちょっと画面の中央に置いとくわ。なんか下がったらいけそう、下がったらいけそう。上に行くと狼ちゃんなんで、じゃあちょっと下がったらいけそうじゃない。あっ、ぶなっ。あ、でもここはもう通ってるか。あ、最初から繋がってなかったんだね、ここら辺。なんだ、ほら最初から繋がってないんでやん。ここら辺にはじゃあ何にもないの。もう最初から何もなし。いや、3つ置いときなさいよって言って一発目で引っかかるところだったよ。一個前の動画のフラグを回収してしまうところだった。危ない危ない。あ、宝箱だけか。今降りれるかと思った、ここから。こっちは何もない。どうどうどう、これは向こう側に渡るだけのものか。ああ、何もないか。あれ、おかしいな。そうだよね、これで帰るだけだもんね。ああ、そうだ、俺ピチョンくんも捕まえてない。そしてそっち側には行けそうもない。ちょっと一回戻りますか。よし、じゃあちょっと一旦カット、ここでカットね。もしかしたら戻っても人玉は捕まえられないかもしれないから一旦カット。はい、というわけで戻ってまいりました。人玉ちゃんはやっぱりちょっとまだなのかな。別の場所から行きそうなので、このまま行きましょう。こっちが正解の道、つながってるから同じ。なんかおる。あー、魔女の隠れ家がここにあったのね。いや、今は別にどこか行くつもりがないのでここでいいか。木枯らしの大樹はここなのね。そうだ、じゃあこっちから入ってきそうな気するな。ちょっと人玉ちゃん、疲れたね、探しに行ってみる。じゃあここで一旦セーブ。そうなるとこっから左側行く。もし何もなかったらカットカット。はい、というわけで今ねちょっと戻ってみたんだけど、やっぱり人玉ちゃんちょっと捕まえらんないですね。じゃ場所全然違うのかな。こっちは何もない。なんか違う場所で出てっちゃったんで、やっぱり間違いのようです。あれから溜まった？なんか一個でもスキル覚えれたら覚えます？599、ちょっと微妙。あと1足りないってすげえな。あ、アイテムを使わないからな。開いてない開いてない。チェシャリフレクト。敵の飛び道具を弾く。はじこ。絶対やらないな、この技。オッケー。ね、チェシャーは600あって、インフェルノフルーツがないので、それを使わない技はちょっと習得してもいいかな。猫魂。じゃあカウンター。お食べ。
ザラ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 。よし、新スキル追加ということで先へ進みましょう。ちょっとあんなにそばにいたから、ほら前にね、前の動画で目の前に人玉ちゃんいるのに無視した経験があったんで、ちょっと見つけた人玉ちゃんは手に入れとこうかなと思ったんだけど、今回のは本当に無理っぽいね。なんじゃこりゃ、チェシャっぽいのがいるのかな。はい、なんか手に入れたので朗読。人玉通信その4、もし森で大きな叫び声を聞いたならすぐにその場所を離れることね。声の主はおそらく蛇竜、ジャバウオック。竜なの、ジャバウオックって。あいつにとって自分以外の生き物は全てただの餌に過ぎない。見つかってしまったら私たちなんてペロリと食べられておしまいよ。前まで檻に閉じ込められていたんだけど、自分で檻から抜け出してからは好き放題。妖精たちも手が出せないほどの暴れん坊よ。厄介なことにジャバウオックには翼があって空を自由に飛び回れるの。だから中途半端な隠れ方じゃダメよ。隠れるなら完璧に体全体が空から見えないようにする必要があるわ。特に頭にいろいろ刺さってたりする子は注意が必要だと思うわよ。なんかいっぱい刺さってる子いたね。なんか釘だか矢だかね。木枯らしの大樹の近くはあいつの領域だからなるべく近づかない方がいいわ。命が惜しければね。だそうです。なるほどね。さっきから叫び声は聞こえてるけれども、ガン無視で進んでおります。今度はじゃあこれに乗っかればいいよね。他に今のところ選択肢はない。よいしょ。ジャンプ。でもじゃあジャバウォックの爪なのかな、この地面の跡。お仕置きよ。ふり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 。たまに降りてくるな。あ、これになればいいかな。あ、チェシャの体力がない。いや、降りてきてくれたんなら捕まえ。技を使うとあんなに魔力減るんだね。あ、なんだこれ、敵多いな。あ、妖精が逃げてく、妖精が逃げてく。今のは何？これがジャバウォック。今ジャバウォックがこっちを攻撃しようとしてきた。あー、これは先進めないやつですね。カキーンってやつです。わざわざ分かっててチェシャを凍らせました。今どういう場所か。おお、ジャバウォック出てくる。じゃあジャバウォックお披露目会かな、これは。これがじゃあ次のチャプターのボスかな。本当に竜なの。なんかちょっと羽の感じがあれだね、あの ビオラとかとちょっと近くない？大ぐらいの妖精竜、ジャバウォーク。
あ、向かっていく、チェシャが向かっていく。チェシャと同じ魔物かと思ったけど、そうじゃないね。一応妖精ではあるんだね。おお、なんだなんだなんだ、ためてるためてる。おお、なんなんだ、ね、もういきなり、まだ早くないっすか。いったー。これわしはどこに。壁、なんとなくだけど、これあれだな、負けイベントっぽいな。敵が強すぎる。だってアイテム使えない。そうですよ、あ、やっぱりね、青とチェシャが飛びかかる。恐ろしい怪物の鉄のように硬い体、チェシャの爪が砕けてしまいそうです。まあ綿でできてるしな。あー、チェシャがやられる。怪物はセレッサに狙いを定めました。立ち向かわなきゃ。そう思うのに足がすくんで動けません。頭抱えてかがんだらダメ。おお、チェシャ強い。尻尾、あ、でも地面が壊れる。あ、逆に助かった。モンハンでいう尻尾ビターンをやったわけですね、今のはね。ナルガクルガがよくやるやつ。竜のような怪物はまだセレッサたちを探しています。自分がやった攻撃で下に落っこちたことに気づいてないのか。チェシャは獣の姿になろうともがきます。ところが体が言うことを聞きません。ぬいぐるみ状態でもがもがしてる。あ、セレッサの精神状態に。お前のせいだ弱虫め。チェシャはセレッサを怒鳴りますが、怖くてたまらないセレッサはチェシャを抱きしめてとうとう逃げ出してしまいました。二人は安全な場所までやってきましたが、チェシャはセレッサに怒り心頭です。口を固く結び立ち尽くすセレッサ。怖くて逃げ出してしまった自分が情けなくてたまりませんでした。あの化け物、チェシャでも全然歯が立たなかった。私はどうすれば。消え入りそうな声でつぶやくセレッサにチェシャは黙ってしまいました。あら、そして自慢の爪でもあの怪物に傷一つつけられなかったことを思い出して自分も悔しくなりました。とにかく俺の邪魔はするな。チェシャはそういうのが精一杯でした。セレッサの頭の中は悔しさでいっぱいで、チェシャの声は聞こえませんでした。おーと、もう終わり。チャプター7、邪竜の巣を迎えに行くんですね。次のエレメントコアを探すんだろう。さっさと行け。チェシャがセレッサを責めるようにうなります。でもセレッサには言い返す元気もありませんでした。ガク、あれ、なんかちょっと前よりもカメラさんがズームしております。ブルン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 。
そうね、次のエレメントコアで邪竜に対抗できるのがあればいいってことだもんね。チェシャの方がまだまだ頭が良かったかもしれない。はい、じゃあちょっと一旦カット。よし、じゃあセーブポイントまでは行きたいんだが、セーブポイントあるかしら。こっち行くと先進んじゃいそう。他には行くところはなさそう。こっちにもなんかある。木枯らしの大樹なのね、ここはね。こっちも行くところはない。はい、こっちもない。はい、全部の選択肢を奪った上で、普通に先進みまーす。今度あいつが現れたら、コテンパンにしてやる。セレッサに聞こえるように、わざと大きな声で独り言を言うチェシャ。セレッサの心に不安が広がります。私はコテンパンにしないの。コテンパンに、そっち側に行くのね。あんまり選択肢が広がらない。宝箱ぐらいちょっと欲しいな。せっかく反対側進んであげてるんだから。宝箱もないんです。まだまだ反対も進んでるのに。ね、こういうところは必ずね、反対側を進むって決まってるんですよ。こっちはなんだ。こっちはなんかありそうに思わせといての。さっきからそういうパターンだね。こっちは、お、あるじゃない、ほら。ほら、あるじゃない。炎に包まれてるけど、これはまだ、解決できないやつか。凍らせるのとか、あったし。これはおかしいな。ここに、急にあるセーブポイントはおかしいな。なんか、イベント起きそうだね。セーブしときますか。一イベント起きたら終わりにしようかな。 49%、 あともうちょっとで半分。ここで何かしらの一イベントあるでしょう。なかったりして。ティルナノーグだったらどうしよう。やめとこうかな。なんだこりゃ。調べる。そんな行き止まり。なんとかしないと。またあいつが上に行っても何もなかったよ。乗れないのこれ。でもチェシャは乗っかれ。チェシャ乗っかれ。避難避難。いい、よいしょ。崩した。あ、これで行けなかったところ行けるイベント。水全部なくなる、もしかして。ああ。戦士であったのに。おや、三つ目のエレメントコアを探そうに変わりました。また逃げ出すんでしょ。おや、最初から分かってたことよ。なんだ、セレサのネガティブ部分が具現化してしまったかもしれません。うん、こっから先はじゃあ何かしらありそうですね。これは壊れるの？もう壊れそうだね。あれ？へこんでってる？そんなことないか。はい、というわけで、ここで終わった方がいいね。あそこ、ほら、なんかありそうですね。いやいやいや、まあでも、水が引っ込むってことは、また何かしら行けなかったところに行けるようになりそうな感じですね。うん、まあ、ここがちょうど、潮時か。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグロの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。まあ、邪竜に負けたところで終わりにするにはちょっと不憫だったからね。ちょっとだけ先進みました。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。なんだ今のは。ネガティブセレッサが出てくるのか。このゲームのことだから、ネガティブセレッサが独り立ちしそう。そして敵になりそう。